最初の日、ゾフィー・エウドキアと2番目の日、アグネス・フリードリヒ2世は、バーベンベルクや最後の、第5代オーストリア公、第4代オーストリア公、レオポルト6世と、非、テオドラ・アンゲリナの三男。明確なビジョンもなく対外戦争を繰り返して、自国を破滅させたことにより、あだ名は喧嘩公とも闘争公とも呼ばれている。長兄と時刑が創生したため、1230年の、 父の急止でオーストリア公を継いだ。だが若年だったため、空リン,ング家による放棄が起こるなど、その知性は当初より不安定だった。父のような鋭敏な政治感覚には欠けており、国内の反乱は鎮圧したが、バイエルン公国やハンガリー王国、ボヘミア王国など近隣諸国に積極的な対外進出を行って失敗し、 財政の悪化と重税による国民の反発を招いた。しかも、父時代に友好関係にあった神聖ローマ皇帝フリードリヒ二世と対立し、これにより、領土の多くを神聖ローマ帝国に没収されてしまう。1241年から、モンゴル帝国によるハンガリー侵入が始まると、土作作に紛れて、ハンガリー王国など近隣諸国に、たびたび侵入して、領土を奪い取った。 だがこれにより、近隣諸国は、無論のこと、自国の貴族や国民にも、半ば見捨てられるようになり、やむなく、貴族に、大幅な特権を授与することで支持を取り付けるに至る。1246年、ライタ側の戦いで、ハンガリー王国とハール・イチ・ボルイーニ大公国の、連合軍に敗れて35歳で戦死した。最初に、テオドロス一世。 ラスカリスの娘と思われるゾフィー・エウドキアと結婚したが離婚した。1229年にメラーン・公、夫オ1世とブルゴーニュ・ジョハク・ベアトリス2世の娘、アグネスと結婚したが1240年離婚した。いずれの結婚でも死死を得られなかった。フリードリヒ2世の死でバーベンベルク家のオーストリア支配は終焉した。オーストリアはメー・ゲルトルートと結婚した。 バーデン編強迫ヘルマン6世と息子のフリードリヒ1世が相続権を主張したが、フリードリヒ2世の姉マルガレーテと結婚した、ボヘミア王オタカル2世が領有1278年にオタカル2世が戦死した後は、ローマ王ルドルフ1世が獲得、以後オーストリアはハプスブルク家の家領となっていった。遺体はハイリゲンクロイツ修道院の集会室に安置された。 絶棺に収められている。ありがとうございます。